明けましておめでとうございます。どうも、二次通編集長の吉田です。二次通記者のイコールラブ野口ゆりです、はい。2020年本当にいろんな大変なことが皆さんあったと思うんですけども、はい。一つ僕は自信を持って宣言できることがありまして、なんだかんだ言って楽しかったです僕は、その通り、野口さんもそうでしたよね。はい、楽しかったです。毎日が我々あの二次元にも楽しみを見出すことができている人間たちから楽しみを奪うことなんかできない。確実にそうだと思います。その通りで、その気持ちをですね、公私混同しまくってお届けしている二次元領域拡大通信、はい、はい。2020年中に体制が整った感がすごいんで、2021年は、はい、より一層濃く BS フジと、ネット、あの YouTube だったり Twitter だったりをね、はい、使ってあの最新情報とあと我々の勝手な趣味をお届けしていく所存でございますので、はい、どうぞゆっくりお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。野口さんもやりたいこといっぱいありますもん。いっぱいありますね。まず好きにずっと溺れていたいので。だいい言葉。溺れて、はい、その好きになったものを皆さんにお届けしていけたらなって思ってます。そうですね。同じ沼に浸っている皆さんからのご指示を、はいはい、お待ちしております。よろしくお願いします。そして二次通といえばナレーションを担当してくださっているこの方。皆さん明けましておめでとうございます。久保田美優です。今年もねナレーションブースでナレーションをしつつまたロケに行きたいなと思ってるので今年もぜひぜひよろしくお願いします。尊いでも見たい。